お、辰原さんもありがとうございます。嬉しい、嬉しみ。昨日誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、14歳になりました。そう、14歳です。そう、どうですかどうですか、14歳。マリーナから生きてるって LINE 来た。来てない、来てない。なになになに、怖い怖い怖い。どうしたどうしたどうした、マリーナ来てないよ。のんちゃん中2、あゆみんと同じ。そう、あゆみんと同い年なんですけど、まあ、あゆみんがもう大人っぽすぎて、そう、ちょっと自分が子供っぽく見えちゃうと思うんですが、おしめにしてます、ありがとうございます。生誕の動画とか写真がいっぱいアップされていて、全部で可愛かった。本当ですか、嬉しい。髪が、そう、今日はね、どうですか、くるくるにしてもらいました。ちょっとなんて言うんだろう、そう、なんかこの鼻冠つけるから、なんかお姫様感を出したくてそう、くるくるにしましたそう、お姫様感を出したくて。生誕祭で脱ロリ宣言には笑いましたなんか脱ロリ宣言マジか。中目かわいいね、ありがとうございます。昨日はツイッターがのんちゃん祭りだった。本当ですか、まあね、誕生日なんでね。脱ロリ脱ロリっていうわけじゃなくて、そのなんて言うんだろう、ロリじゃなくなっても応援してくださったら嬉しいですみたいなことだったんですよ。十分にお姫様やで、ありがとうございます。おじパンダいる。そう、これは昨日、あの昨日、そう、ファンの方からの、あ、なんて言うんだろう、大きい花があるじゃないですか、大きい花の中心部にこうそびえ立ってて、そうで引っこ抜いてそう持ち帰っておりますね。17歳まで押します。17歳までですか、こんばんは。そう、入り口の時みんな喋ったとか、すごかったですよね、あれ。すごい、あのすごい大きいお花、めっちゃ感動した、見た瞬間みたいな、めっちゃ可愛いよみたいな。2年後にはすっかり大人になってますね。本当ですか、大人になっているかもね。あ、そういうこと。そうですね、まあね、まあね、大人になっておると思います。いや本当に、そう、昨日はめっちゃ楽しかったですね。そう、さっきがね、手紙を読むというそう、漢字読めるんかなみたいなかと思ったんですけどね、またそう、しょっぱなからちょっとふざけてたんですけど、さっきもなんか途中から泣き出してらしく、そう、あの、あの後すごい、なんて言うんだろう、詳しく聞いたら、そう、なんか途中で号泣しちゃったって言ってましたね。こんばんは、片岡さん、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。さっきカミカミやったな、可愛かったけどそうそう、なんかさっき手紙読んでる、さっきとパッと目があって、なんていうの、もう目があった瞬間二人とも号泣みたいなそう、髪の毛巻いてるね。そうですね、今日は髪の毛巻き巻きです。髪の毛、さっきが泣いたのか。そうですよ、さっきで意外と泣きますよ、結構結構泣きますよ、結構。もめで決意を送ったこれ、決意、もうなんか決意って言われても分かんないんですよ、もう。なんだ、もう決意が何なのかがもう分かんない。決意っていうか、なんだろう、決意、じゃあ、こんばんは、ハッピーバースデーありがとうございます。抱負、抱負は勉強も MC も頑張ります
エステの時は3人しか分からない。おお、じゃあその貴重な3人の中に入れてて嬉しい。のんちゃんのんちゃん、まだまた握手しようぜ。今度は元気な対応でいきたいわ。そうですね、のんちゃん誕生日とありがとうございます。愛媛どうです？愛媛めっちゃ楽しかったですよ。愛媛はもうね、なんて言うんだろう、もうね、なんて言うんだろう、ほのたんとさっきとパルトとね、暴れまくりましたね。枕投げとかしとったそう、めっちゃ楽しかった。で、なんかクレープも食べましたね。そう、愛媛ではクレープも4人で食べたりしたり、あとピザ、ピザもね、なんかね、みんなでね、取り合いしましたそう、美味しかった。ギャルたちじゃないよギャルたち枕投げみたいな結構強烈な、結構強烈な枕投げをしておりましたね。そう、楽しそうで何より早くのんちゃんに会いたい、会いに来てください。そう、あ、今ね、多分再販、ティーチャーの再販やってると思いますので、ぜひ、おすすめ日は7月22日の幕張メッセかな、なので、そう、そこがおすすめ日となっておりますので、皆さんぜひよければ、買ってください、買ってください。修学旅行みたいやね。そうそう、修学旅行みたいだった。なんかもう修学旅行って言っても、なんか最近はもう、なんか修学旅行はなんて言うんだろう、部屋って普通なんか閉めるじゃないですか、ドア。でもドア開けるんですよ。ドア開けて、なんか先生がずっと夜中の廊下歩いてるから、もうそういう枕投げとかできないの、できないんですよ。じゃあ、なんかもう修学旅行より修学旅行みたいだった。なんかそう、泊まった時は。これは買うしかない、お願いします。幕張遠すぎて。そうですよね、やっぱね、幕張ね、遠い方もね、いると思うんですよね。それは承知の上で頑張ってって言ってもいいんじゃない？そう、結構名言じゃないですか。なんちゃんはね、頑張ってって言われたら涙が出ちゃうの。マジか、学校厳しいね。マネージャーさん怒らなかった？マネージャーさん、あんな、まあ、枕投げって言ってもそんな大声出しない、ポーみたいな感じで小声なんで、多分そう、小声に周りに迷惑かけないようにやったんで。川野、ありがとうございます。頑張り、ゆみかさん、完売、そう、完売2つそう目指そうと思ってるので、そう、完売2つ目指そうと思ってるので、皆さんぜひ7月、おすすめ日が7月22ですよね、22の幕張メッセなので、皆さんぜひそこのとこチェックお願いします。名言ですよね。総選挙投票し、あ、そうですね、そう、お願いばっかしちゃってごめんなさい、本当。そう、握手会もね、変えって言ったり、総選挙も投票しろって言ったり、本当にお願いばっかしてごめんなさいよければ総選挙も投票してください。そうそう、パンダ、パンダ、パンダだよ。幕張ね、確かに今そう遠いっていう方もいると思うんですけどね、まあ、全然遠かったら本当近いところでいいので。かわいすぎ、ありがとうございます。のんちゃん選抜にしてください。わあ、嬉しい印刷工場にいるのなん、そうですね、印刷工場にまあ、いないと言ったら嘘になるって感じですね。それは承知の上のファンですから気にしないで本当ごめんなさい。こんばんは、天から舞い降りた美少女歌姫天使の女。おお、めっちゃ褒めてくれるめっちゃ褒めてくれる。可愛いから何言っても問題ないよ。それ、そう、昨日も言ったんですけど、それを言われすぎると本当に甘い人間になっちゃうんですよ、絶対絶対。
私の黒い皿の話もう一回聞かせて。そう、昨日の MC で自己紹介でなんかお題があるんですけど、自己紹介の時にそのお題がなんか、これって我が家だけ我が家の変わったルールみたいな、そういうお題だったんですけど、そうで、のんちゃんはね、お寿司屋さんに行ったらなんか 黒色のなんかちょっとお高めのお皿があるじゃないですか、1皿100円とか、そういう大トロのトロのそういう お高めのお皿があるじゃないですか。それは1皿までと決まっててでもそのどうしても2皿食べたい時ってあるじゃないですか、ちょっとお高めのお寿司をね。じゃけ2皿食べたら、そう、食後のデザートがなくなるっていう、あのっていう、そうっていうルールです。厳しいですね。本物のパンダさ、こんなになんかね、パンダ好き言っときながらね、あのよくよく考えてると、なんか本物のパンダ見たことないっていうねパンダはどこがよくて好きになったんだよって話なんですけど、ウニのこと、あ、そう、あの公約で、そう、ウニの殻を殻でお手玉するっていうやつなんですけど、そう、寿司を連れてきてお寿司高いの1皿まで、そう、高いのは1皿までですよ、皆さんも。そんなね、高いお寿司をね、3皿も4皿も食べたらね、痛いじゃん。そうなんですよね、結構シュールな公約じゃないですかウニのお手玉痛みたいな結構シュールな公約ですね。結構、そう、今日のね、今日メイク、そう、ショールームするためだけに、そう、メイクシュールというか危険岡山公園地元だから応募してありがとうございます。幕張の後シャンシャン見に行こう。そうですね、お寿司何皿くらい食べるの？ STU に加入する前は16皿が最高だったんですけど、その ST48 に加入して、その16皿も食べたらさすがに危険だぞということで、今はでも今結構あんま食べないですね、7皿とかそんくらいです。普通になりました。7皿までって決めてます、もう自分で。そう、めっちゃ減ってる、めっちゃ減りましたね。誕生日記念に歌っていただきましょう。何咲く花の歌さ、何咲く花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんなに僕たちも受けて、そんなに僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。こんばんは。トロサーモンで胸焼けする。トロサーモンで胸焼け、トロサーモンで胸焼けはしないかな。なんかね、焼肉行った時にすごい脂身の多いお肉を食べると胸焼けするけど、トロサーモンだとしないな。裸の大将、家族全員のんちゃんしてさ、嬉しい、やったぜ。家族全員って嬉しいですね。この歌のんちゃんの、私よく知ってるね。なんか小学校の時よく歌ってたんですよ。なんか小学校の時教科書にね、あってから、何さかな、あれののかじゃねみたいな何さか、あれののかじゃねみたいな感じで、なんか運命を感じて、でも結構なんか音程も好きなんですよ。じゃけ、なんて言うんだろう、ちょっと
ちょっと性格が悪くなってきたなって思ったら、その歌を聴いて、なんて言うんだろう、常に戻してますそんな感じです。名前の選び方はな、ダークのんちゃんになってきたら聞くんです。14歳の演技してください。イエさあ今日は8時までで、そう今ちょっと時計がないので55分になったら教えてください。好きなんだ。まず最高の1位になるといいね。そうですね、最高の1年にします。そうですね、今年はまあそう最高の1年にしたいと思います。とりあえずまずの今の目標は、まあ総選挙が近いので、まあ総選挙ランクインというところですかね。ダークのんちゃん見たことないダークのんちゃんそんな出ないんで、全然 MC ダークのんちゃん最高だけどなMC、 そうですね、 MC の時は結構出るけど。花冠かわいいね、ありがとうございます。ごめん仕事に戻る。お、いってらっしゃい。お仕事頑張ってください。そのお仕事の合間にね見てくださって嬉しい。総選挙頑張ろうな、頑張ります。総選挙頑張ります。予言者のおちゃんがおっしゃったあー確かにダークな一面も好き。本当ですか。漢字読める？和田君さんだって普通皆さん思いません？じゃあ私が読みますってさっきが言うと、あれさっき漢字読める？みたいなでもそれはバカにしすぎか。そうですね、さっきもちゃんと漢字読めたしね。もしかしたら、ね、ママのがさっきが漢字読めるように、あの難しい漢字は入れてないようにしとんかもしれんしね。なんちゃんのジャケットですよ。そうですね、あのそうそうですねそうですね、広島弁ですね。実際読めてなかったけどもなんかそうそうですね、振り仮名付きかも。3000通速報、メンバーショールーム生配信だっけ。そうですね、多分どうなんだろう、よくわかんないけど、速報めっちゃね、そうですね、そうですね。そして今日ぶっかてポスターなんちゃかわいい、ありがとうございます。14歳になってより可愛くなった。嘘嘘、変わりました。昨日と昨日の13歳の前とどうですかね。シャキーン変わりました。のんちゃんのうちは夏に使えよ。あ、そう、うちわもね見えましたよ。なんかそう、うちわもあって、うちわがなんか表にはのんって書いてあって、裏にはなんだろう、え、ちょっとよく細かく絵まで見えなかったんですけど、絵が描いてあって、のんちゃんのなんパンダポーズだったかな、確か。それもあって。確かに。のんちゃんダンスかっこよかったですか？嬉しい。出会った頃に比べて大人っぽくなったよね。お、本当ですか？いや確かに確かに、なんかそうですね、で、うん、初めてショールームなんかした時の頃よりかは確かに自分でも大人っぽくなったかなとは思います。そう、選挙期間配信中はね、なんじゃ過去見れないんですけど、そうですね、ちょっと大人になったんやない。本当ですか。おじぱんとこたくんのうちわで、あー
見えました。そう、昨日はね、すごいのんちゃんうちわがあって本当に嬉しくて、コタもいたし、でなんかのんちゃんの T シャツを着てる方が何人かいて、めっちゃ可愛かったですね。ピンク色のコタとのんちゃんが写っとるピンクの T シャツもすごい可愛かった。明日も配信するの？明日もできたらしますけど、そうですねできたら配信します。まあするときはまたもうメールとかで送るんで。そう、今日のね、髪型ね、実はね、ちょっと鼻かむ外すと、そうツインテールなんですよ。ツインテールになってます。そう、くるくるのツインテールですね。今日はくるくる、好き、くるくるキルキルなんちゃん、かたくん元気、かたくん元気ですよ。かたくん元気、元気、めちゃくちゃ元気。最近コタくんがね、のんちゃんのね部屋が多分好きで、めっちゃね入ってくるんですよね。なんかコタくん最近なんか頭がいいのか知らないんですけど、なんか階段のところに柵をねあるんですよ、コタくんが上がってこないように。でもその柵を手でこうやってキュッてやって倒すんですよ。この柵を倒してまず階段上がってきて、なんとなんか最近はもうのんちゃんの部屋のドアまでこれで開けるようになってきたんですよ。そう、めっちゃすごい。巻き巻きツイン超絶可愛い、ありがとうございます。そう、巻き巻きツイン、そう、最近は本当にめっちゃ2階にも上がってくるし、そのんちゃんの部屋にも来るし、なんかいろんなとこ行ってますね、これとか可愛いけど、めっちゃ疲れてるのかな。コタくんは誰にでも好きある人なんで、そう。あ、昨日の鼻冠そうですよ。のんちゃんの声響いてる。お、そのうちのんちゃんを超えるかも。いやいやいや、超えられたらちょっと困る。超えられたらちょっと怖い。怖いよ、ちょっと。テントウムシコタくんが見れないのか、そう、悲しい。テントウムシコタくんがね、もう見えない。絶対あれはね、コタくんのためのギフトだと思ったんですけどね、そう、もう早々なくなっちゃって。のんちゃん先輩、はい、バッグが静かになりましたね。そうですね、なんかすごいいい感じ。花束とおじパンがおります。そう、何時から配信放送されるの？何時からなんだろう。のんちゃん花と人形大事にしてるんだね。めっちゃ大事にしてます。めっちゃ嬉しくて、そう、めっちゃ嬉しい、本当に嬉しいですね。うんそうで、パルトからはお誕生日って言って、あのクレープをおごってもらって、まあね、そのうちコッコちゃんにも焼肉をね一緒に行ったりして、そうですね、誕生日まだまだです、これからこれからも。昨日おじぱん花に埋もれてた。そうそうそう、これね、この子の花に埋もれててすごい可愛かった。のんさんの公園のサイリウム、そう、もうね、サイリウムの色をもうパッて決めようと思います。もう自分のサイリウム、なんか今まで、あの、自分のんちゃんは、のんちゃんのサイリウム、あの、学習会に来てくださった方とかに、のんちゃんのサイリウムの推し色って何色なのって言って、その時の気分でも決めてて、多分もうみんなに言ったことが全部バラバラ、あ、黄色とピンクかなとか、あ、紫と赤とかなとか、紫とオレンジかなとか、なんかその方によって、その気分によって、その推し彩の色を、あの、全部違う色言ってて、ちょっとバラバラすぎるので、ちょっと決めたいと思います。もうパシって決めますね。どうしよう、何色ですかね。気分そうなんですよ、何色にしよう。でもなんか
ピンクと黄色って結構いますよね。でもまあどう何色でもいいんですけど、黒と白おじパンなんで黒と白でいきましょう。もう全部の色用意するしかあと全色ということで黄色でもいいですけど、全然まだ何色でも黒ないからじゃあもうピンクと黄色で、やっぱりもうピンクと黄色に決めました。そう、昨日もピンクと黄色だったし、そう、もう崩さない方がいいと思うんで、じゃあピンクと黄色で、黒はない真面目にしてすいません先生、こういう時にちょっとふざけるタイプの人間なんでこんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。もうピンクと黄色で決定。はい、ピンクと黄色、のんちゃんのおしさいの色はピンクと黄色でお願いします。ピンクと黄色で、ね、咲く花は黄色と紫が多いんだぞ。黄色と紫、でももう昨日もピンクと黄色だったし、なんかこの花もなんかピンクと黄色多いから、もうピンクと黄色で。そのうちまた香りそう。そうですね、のんちゃんのことなんで多分そのうちまた変わるんですけど、そう、まあまあ変わったなら変わったで、ちょっと次聞いたら変わってさ、もう変わんないです。ピンクと黄色で、はい、ピンクと黄色でいきます。カラフル、カラフルやね。そうですね、昨日の時点でピンク黄色認知されたよ。お、じゃあもうピンクと黄色で。のんちゃん、今夜はいつも以上に美しすぎるような俺のお嫁さんでください。お、ベア、ベアマドさん、ありがとうございます。のんちゃん、おしさはピンクと黄色。そう、ファイナルアンサー、ファイナルアンサーです。じゃ、ロリの間は黄色いやいやいや、そういうとりあえず陸上でも岡山追加来てください。あ、でも岡山行きますよ、金曜日。そう、のんちゃん、岡山は金曜日で出るんで、そう、6月9日だ、6月9日の岡山の金曜日の陸上公演、多分出るので、多分っていうか多分もう発表されてますよね。明日変わってるかも。これからサイリウム持って早くライブ行きたい、来てください。フリージーさん、お守り500個ありがとうございます。ウスティさん、お守り100個ありがとうございます。金曜日だけ申し込んだ、ありがとうございます。おきちゃんがそっけなくなってきたら、ロリじゃなくなったってきた証拠かもね。おきちゃんね、おきちゃんも今日も公演頑張ってますよ。岡山も同じオリジナルメンバーで片思いの口、あ、そうですね、岡山なんかそんな、なんていうの、オリジナルメンバーで片思いの入り口することは そんなないんですよ。本当にごく稀なので、そう、それは嬉しいですね。すごい、折り面でできるのは。のんちゃん、おめでとう、ありがとうございます。のんちゃんマジ天使、ありがとうございます。あ、ツイッター見ました。そう、お手紙に書いてあって、見ました。岡山6月8日は中学生、そうですね、岡山はね、多分木金土なので、多分そう、中学生メンバーが多いんだと思います。海でお手玉楽しみ海でお手玉、そう、最初はそう、なんかいろいろ考えたんですよ。いろいろ公約があって、なんかそう、海でお手玉に最終的になったんですけど、他にも考えたのを言うとすると、1日100円生活も考えたし、なんか偽物の銃を持って街を歩くっていうのも考えたんですけど、ちょっと却下ので、海でお手玉にしました。そう、捕まるかなと思って、さすがにあの偽物の銃でもこうやってちょっと待って、いつも歩いてたらさすがにちょっと声かけられるなと思って、そう、ぶっ飛んでる新聞の量
違う、本当に偽物の銃ですよ。明らかに誰からも見てもその偽物の銃って分かる銃を持ってその街を歩くっていうのを考えたんですけど、ちょっとこういう行動や多分もう最近こういう行動にハモりすぎても多分そういうんだと思います。ここはみんなダメって言わなきゃね。そうですね。スガキンならどうですか。俺スガキンはサングラスかけて多分歩くと思うんでニュースになるか。誕生日おめでとうございます。おばすくさんありがとうございます。水鉄砲ね。投票の数鈍化するもんね。何それ。アイドルが使われましたってニュースでお読みになるよ。信者なのか。銃を持って街を歩いていた。他者は返せた。なんじゃない、どうやってもいい。総選挙の翌日に使われてもらえる。それな、めっちゃ話題になりますよね。イベントと誕生日重なるとタワー祭りできないね。そうなんですよね。そう、めっちゃ悲しい。そうけど全然もう気持ちだけでいいんで、もう本当にアイドルが世界に向けるか。確かに長子は可愛すぎるところ。いやいやいや、そんな岡山公演は6月6、6月8まであります。のんちゃん お誕生日おめでとう、ありがとうございます。こんまさんありがとうございます。嬉しい。誕生日ありがとうございます。昨日の君のことが好きだけゆっくり何を言ってたのか教えて。いや昨日は本当にあのその飲んじゃんはその君好きのその感想のところのその何て言うの、煽りを言うのがもうすっごい苦手で、本当にあれってもう時間がもうぴったりじゃないとぴったりに終わんないんですよ。本当にあれ測ったんですよ。測ったら30秒だったんですね。で30秒間の中でその早口でもゆっくりでももう全部何もかも合わせて30秒間でぴったり言わなきゃあれは揃わないんですよ。あの君好きのその感想終わりのなんだ今日はありがとうございましたみたいなことを言うの、そうもう本当あれ難しくてもうやばいですよ。で、あのその公演前に言おうとしていたことが、あのはい、本日は瀬戸内の7県ツアーん本日は瀬戸内7県ツアー瀬戸内7県ツアー陸上公演2018 in 愛媛2日目にご来場いただき本当にありがとうございました。今日はのんちゃんの誕生日で皆さんと一緒に過ごせて本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。それでは最後に君のことが好きなんよで終わる予定だったんですよ。終わる予定だったんですけど、その全部もうぶっ飛んで全部ぶっ飛んで、はい、本日は、瀬戸なんか陸上公園 in 愛媛 in 愛媛瀬戸内県ツアーみたいな全部の用語がもうバラバラになって、もう何言ってるかが自分でも分かんなくて、そう広島だけはバッチリだったよ。パニクっちゃった。昨日はね、なんか言う言葉が多すぎて本当にちょっとやばかったですね。だって14歳おめでとう、見に行きたかった。本当ですか。見てる方もドキドキしたけどうまく言えてた。本当パニノになりました。パニノに緊張しちゃった。そう緊張しちゃった。あ、皆さん今日は8時までなので、むしろしければ55分になったら教えていただけたらとても嬉しいかなと思います。言いたいこと増えるもんね。そうなんですよね。海外行けるとしたらどこが一番。海外かどこがいいじゃろう。
別にどこでもいいですね、ぶっちゃけ。どこ行こうかな。モンゴルとか。のんちゃんは鉄の面だと思ってたわ。12秒の掛け声やってないですよ。やりたいけど。ディ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 ヤッ、ディ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 ヤッ、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 ヤッ。やりたいけどね。あと11分で55分。お、ありがとうございます。お守り100個受け取って、お、お守りさんありがとうございます。なんて言うんだろう、なんか、過酷なところに行きたいです。過酷なところに行って、今どれだけ自分が幸せな生活をしているのかを叩き直したい。お、みーさん、はじめまして、見に来てくださりありがとうございます。もしよろしければフォローも嬉しいです。フォローお願いします。お誕生日おめでとう、初見です。みきさん、はじめまして、見に来てくださりありがとうございます。もしよろしければフォローも嬉しいです。フォローお願いします。アマゾンのジャングル。14歳の意見のない。そう、叩き直したい。黒い皿たくさん食べる根性は直すべき。違う違う、たくさん食べてないですよ。そういうルールがあるっていうもんなんですよ。食べたいよ、確かに。確かに食べたいけど、そこはもう我慢して、黒いお皿はもう最低2皿までって決めてるんだよ。メール取ります。お、嬉しい、ありがとうございます。そう、皆さんもぜひよろしければメール取ってください。そう、砂漠もいいですね。砂漠、最近社会の時間に砂漠習ってて、そう、砂漠習ってるんですよね。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございました。お、ありがとうございます。マイルさん、自分を見つめ、あ、そういうことか。自分を叩き直すので見つめ直すか。それが正解。メール始まった頃から撮ってるよ。お、嬉しい、ありがとうございます。去年の今頃ののんちゃんを見て成長したなと思いました。本当ですか。のんちゃん、大学頑張れる、一言ください。まあそうですね、大学でもなんかお母さんに聞いたとこ、大学ってすごい楽しいところって聞いたんですよね。そう、なので、もうそう、毎日毎日を楽しく頑張れ。うんですね、まだプライマーシンベル。そう、のんちゃんね、なんて言うんだろう、文章を書くのが苦手で、あの、自分のメールはすごい文章が短いんですよ。写真、もう言うたらもう写真バーって貼ってあるぐらいで、文章が全然ないんで。新谷ちゃんや、新谷さんです。イエーイ。大学、のんちゃんに服のプレゼントを買ったけど、されたのかとか、全然大丈夫です、嬉しい。プレゼントとかもそう、嬉しい、ありがとうございます。もう本当に嬉しい、服嬉しいです、ありがとうございます。あ、そういえば今週の土曜日ありますよね、あの握手会、写メ会かな、写メ会か握手会か写メ会かな、本当把握してき、発揮しきれてなくて、ほんとごめんなさい。多分写メ会があると思うので、皆さんもしよろしければ5月26日来てください。お島試験もね、使えるので、お、ちょっとちょっくらちょっと新谷のとこ行ってみようかなみたいな感じの感じで来ていただけたら嬉しいです。握手ですか、握手ですね、握手だ、握手、握手会です、握手会。もしよろしければ来てください、握手会。5月26日のね、握手会来てください。お誕生日とありがとうございます。そうそう、握手会なんか大人っぽい。本当ですか。最近すごい大人っぽいって言われるんですけど、でもメンバーからは赤ちゃんって言われます。赤ちゃんって言われま
ますね。子供とか赤ちゃんとか思いますね。スガキンとかまだまだ子供じゃけって言われますね。行くぞ、本当に私無権じゃけいかん無権かい、無権無権。ピンクと黄色で今日ありがとうございます。つなやとはさやよ。おお、ちょっくらじゃなくてガッツリなんですけど全然嬉しいです。大人っぽいって言われるしめっちゃ嬉しいです。全然子供って言われるより大人っぽいって言った方が嬉しいですね。最近はもう本当に今はすごい大人っぽくなりたいって思う多分年頃なんですよ年頃なんですよママノンのファンになりました。スガキン漢字、そうですね、漢字読めないね、人に言われたくないな。スタッチメグ横浜のっち行きました。お、ありがとうございます。お、やっほー、また笑いの先生笑い、お笑いがすごい好きで、そうですね、お笑い、そうですね、好きですね。お笑い番組がすごい好きで、そう、お笑い番組好きですよ、普通に。そう、お笑い番組がテレビでやってたら見るっていうぐらい好きですね。ココアに子供扱いされる。ココアにはね、のんちゃんがココア子供扱いするんでね。そう、じゃけのんちゃんの方がお姉ちゃんですね、ココアは。好きな芸人さん、好きな芸人さんか。話題になってもロリじゃなくなってもバイランド天使だけど嬉しい、ありがとうございます。天使なんちゃん英語できる？英語英語全然できないですよ。7時50分、あと5分、大盛り線香受け取って。お、桃地さんありがとうございます。中身はね、ここは子供じゃけんね。好きな芸人さん、そうですね、よく某有名な YouTube という動画で見るのは、あのアンチャッシュさんのすれ違いコントを見るのが好きですね。そう、めっちゃ面白い。あとダウンタウンさんも好きですよ。なーちゃんこんばんは。キヨピーさんこんばんは。そんなのんちゃんが好き。お、ありがとうございます。渋い。そんな難しいの見てるのか。そう、難しいの、難しいですか。難しいか。ひょっこりはん、あ、ひょっこりはん、ひょっこりはんさん、ひょっこりはんさん。そう、あの白石麻衣さんがひょっこりはんさんのやつ見ててめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いって思いました。そう、乃木坂さんも好きで、そう、乃木坂さんの推しはもう2人に絞りました。もうめっちゃいるんですよ。もうなんならもう全員推しなんですけど、もう全員推しだと本当のなんかもう、そうですねもう DD になっちゃうから、それはダメだと思って、ダメだと、ダメ、ダメではないけど、そうですね、星野みなみさんと岩本蓮加さんにが推しです。そう、でもみんな好きです。斉藤飛鳥さんも好きなんですよ。そう、欅坂さんはあの小坂奈緒さんと平手友梨奈さんと長濱ねるさんも好きですね。そうですね、あ、与田さんも好き。推しかぶり、ゲビーさんだと久保里音さんです。もう久保里音さんって決めたんで、久保里音さんですね。そう、久保里音さん、 AKB だと久保里音さんで、 HKT だとまあ最近渡辺あかりちゃんがすごい可愛いなって思いました。渡辺あかりちゃん推しですね。 NGT さんだとあの NGT さんと本間ひなたさんと草壁愛菜さんで、あと
SKE さんだと、 SKE さんだとそうですね、 SKE さん、 SKE さんだとあの松井玲奈さんが好きだったんですけど卒業しちゃったんで、そうですね、 SKE さんだとまあまあ王道の松井樹里奈さん、あでも小畑優奈さんも好きで、 NMB さんだと梅山ココナさんと梅山ココナさん、ココナさんですね、まあ、たくさんってことですかですね。STU、STU だと、まあまあまあ、まあ、STU だと、まあ、身体なのか。嘘ですよ。STU はみんな好きです。今日はね、しならばできないんですよ。すいません。そう。そろそろ55分、あ、そっか、今日はあれか、あ、でもギフトあるけど、お守りがすごいある、じゃあちょっとお守りをくれた方の名前を読みます。ウッシーさん、ウッシーさん、渡辺さん、ももちさん、シュウ、かわやんさん、渡辺さん、しんやさんで、ず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 ーりーさん、ずいりーさんで、ももじさん、しんやさん、ずーりーさん、ずーりーさん、渡辺さん、ひろきさん、わっちさん、いくさんです。ありがとうございます。お守りしかね、投げれないんでね、悲しい悲しい。13位がニコさん、ありがとうございます。12位がアキラさん、ありがとうございます。11位がひろきさん、ありがとうございます。10位がシュウ、ありがとうございます。9位がももじさん、ありがとうございます。8位が渡辺さん、ありがとうございます、7位がマサオさん、ありがとうございます。6位がキーピーノンさん、ありがとうございます。5位がウッシーさん、ありがとうございます。4位がムロケンさん、ありがとうございます。3位がズールイーさん、ありがとうございます。2位がシンヤさん、ありがとうございます。そして1位がカワヤさんです。ありがとうございました、ありがとうございました。家にもケーキあった、家にもね、家は昨日はそう、もう夜中だからパーティーできないねってなったんで、水曜日の夜にちょっと一足先にケーキを食べましたね。本当に誕生日昨日、そう、あれ誕生日昨日、そう誕生日昨日なんですけど、そうでもそう誕生日配信したかったんで、そう今日したんですけど、そう昨日は本当に生誕祭ありがとうございました。すごいコールとかウチャーとかも嬉しかったし、その生誕祭来れなかったよっていう方でも、そうトークで来れなかったよっていう方でも、すごいなんていうの、ファミ劇とか見てくださったりとか、その心の中でお祝いしてくださったりとか、本当にたくさんありがとうございます。本当にありがとうございました。そうめっちゃ嬉しかったです。本当に昨日は嬉しかったです。ありがとうございます。本当に一生の思い出になりました。はい、本当にありがとうございました。そしてまだフォローしてないよっていう方は、そう7000人今目指してるので、よろし、もしよろしければフォローお願いします。そうパンダとかね、そう花束とかもね、ありがとうございました。そうこの花冠とかもありがとうございました。ありがのんちゃん、ありがとうございます。最高の時間って本当ですか。心の中でそれじゃなくなっても応援するよ。ありがとうございます。おめで
登録ありがとうございます。素敵な14歳、そう14歳の誕生日本当にありがとうございました。20時間の愛媛旅でした20時間もありがとうございます。じゃあ早速終わりたいと思います。そうで今ティーチャーティーチャーの再販もやってるので、そう7月22日のそうですね7月22日がおすすめ日となっておりますので、そう完売めっちゃ目指してるので、もしよろしければ買ってくださると嬉しいです。はい、ありがとうございました。じゃあバイバーイ、バイバーイ、またメール送ります。そうフォローもお願いします。今見てる方フォローもお願いします。バイバーイ、またの、目指せ完売、そう目指せ完売、またの、バイバーイ、ありがとうございました。初録だけ違うわ。バイバーイ、またね、またね、バイバーイ、愛してるよ、ありがとうございます。フォローしたお、ありがとうございます。おやすみなさい、バーイ、ありがとう、バイバーイ。そうそうで、今週の5月26日もね、握手会なのでそちらも